ファミリアリナックスは i p a c などの携帯情報端末向けのリナックスディストリビューションの一つで、それら機器が使っている Windows CE を置き換えることを意図していた。グラフィカルユーザーインターフェースとしては、オピエやグップポンタップエンバイロメントが利用できる。ファミリアリナックスは完全な組み込みオペレーティングシステムであり、多数のアプリケーションが動作する。2000年5月、 コンパックでプログラマとしてカーネルを担当していたアレクサンドルガイが完全なリナックスディストリビューションを構築し最初のバージョンとしてリリースした。このディストリビューションは非常に軽量にパッケージ化されており Python X-Free 86アンチエイリアスカフォントなどを含みブラックバックスウィンドウマネージャーを使用していた。 カール・ワースがイプクグと呼んだ新たなパッケージングシステムを使っており、ユーザーアプリケーションのインストールやアイ,インストールを可能にしていた。その後のリリースはコンパックチームが構築してきたものを超えていったため、彼らはディストリビューション作成をやめることを決定し、ファミリアは新たなリファレンスとしてそのまま残すことにした。ありがとうございます。